タクロさんのツアーも決まったみたいですね。ツアーじゃないよ、コンサートをやるっていう。コンサートをやる。ツアーで、はい、あの旅へ出るっていうのはやめたんだから、はい、で一旦やめたって言ったことはやめるよあ、やめますか。やめた。それはもう撤回なしで。だから大阪で歌いたいと思ったら大阪だけ行って、あ、大阪だけで流れていくってことしないで、大阪だけで、はいはい、あの日本とか三本とかいうことはあるかもしれないけど、はいはい、今日は大阪、明日名古屋、明後日九州とか、そういうツアーは、はいはい、僕はもうやめますって言ったの。なるほど、うん、でもライブはライブはやるよ。そうですよね、うんうん、発表しちゃいました。まだ場所は詳しくは決まってないですね。決まってない、はい、うん、いや楽しみですね。でもそう、はい、楽しみ。いや別にだから押し入れしまっとけって。いいじゃないか、やろうがやる前が。メンツももうほぼ決まってるんですか。メンツは決まってる。いや、やろうがやる前、誰だろうがいいじゃないか。行きたいなぁ。え、行きたいなぁ。ミニバンドだよ。ミニバンド成功。井ノ口よしのりさんですか。口よしのり。田辺。田辺なんとかと、井ノ口よしのり。田辺名前わかんない。タクロさんだってあの時ライブ版で言ってますよ。なんで、ね、メンバー紹介の時に。お前田辺なんつんだっけって。お前田辺なんとかとって言ってますよ。あ、そっか。そう。お、ベース井ノ口よしのりです。あ、お前田辺なんとかって言って。確かに田辺なんつんだっけ、あいつ。承知じゃないことは確かです。田辺承知でもない。田辺承知じゃないね。田辺康夫じゃないもん。田辺康夫じゃない。田辺康夫さんだもんね。田辺康夫さんじゃないですよ。田辺和、カズなんだっけな。なんつんだったかな。でもあの、ギターすごい、あの、田辺って言ってるからさ。そう、田辺言ってますよ。忘れてたな。以前、井ノ口は何、吉典って言うの。井ノ口吉典さんなんで覚えてんの、坂崎が。田黒さんの MC で。あ、そうだ、お前そんなの覚えてんの。はい。ベース井ノ口、あ、出てる。田辺和、田辺和弘、ミニバンド、あ、あ、そうなの、すごいですね。田辺和弘ですよ。知らなかった。知らなかった。あの MC っていうか、あのライブハウス、ライブハウスね、ライブ版は、うん、あんまり聞かなかったですか、田辺さん。絶対聞かないよ、あんな。だってライブ版にしちゃいけない、アルバムとして出しちゃいけないものをエレクト出して出しちゃいけなくないですよ。出しちゃいけない。だってそのライブ版として出そうとして録音してないんだから、うん、もう一発撮りでさ、はいはい、一発撮りっていうか、ただ、思い、記念に撮っとこうっていうのもさ、はいはい、オープンリルかなんか撮ってたやつを、アルバムしちゃってんだから。うちらが毎日ライブの CD を聴いてるようなもんですよね、じゃあ。自分たちのライブ。そうだね。うん、それを出しちゃったと。そうそうそう。練習風景とかね。うん。でもそれを僕ら、拓郎ファンは、ずっと聴いてたんですよ、あのライブ版を。それは良くないんだよ、だから。良くないんですか？忘れろって。以前、僕はホモでしたかって言ってましたよ、井ノ口くんと。あ、そうなの。タクロさん、そんなことお前覚えてんの。オモなわけないだろ。一緒にお風呂入るの、二人がどっちを僕が取るかって喧嘩してる。そんなこと言ってる。言ってますよ、タクロ。そんなことを何、レコード版の中で言ってるの。言ってんですよ、タクロ。それはひどいアルバムだ。ひどいアルバムじゃないですよ。そんな。そう。うん、なので。よくそんなことまた坂崎が覚えてるね、お前。もうおかしなやつだね、お前。おかしくないですよ、だって。おかしいよ。ずっと聞いてましたもん。お風呂入れて洗っちゃうよ、マジ。おかしいから。洗っちゃうとどうなんですか、これ。おかしい。おかしいとこはなくなるんだよ。つるんと綺麗になるんだよ。いや、でも今回じゃあミニバンドってことでね。まあでもミニバンドよりちょい毛が生えたぐらいですか。それじゃあ気の毒だろ。ミニじゃん。